ユリウス兄様だったらこんな時絶対に逃げ出さない。だったら俺も逃げ出すわけにはいかない。仕方ないわね。ふん、それじゃあもう少しだけ遊んであげようかしら。そんな時間はないよ。早かったのね。ソフィアさんが遅かったんだよ。殺してないでしょうね。死んではいないよ。これ以上時間かけるのは得策じゃないから、少し黙っててもらうことにした。お前は久しぶりだね。久しぶりすぎて忘れちゃったかな。今日や。ああ、覚えててくれたんだ。ちょっとイメージ変わっちゃったからわからないかと思った。本当にキョウヤンなのか。そうだよ、正真正銘の笹島キョウヤ本人だよ。シュン、カナタ、お前魔族側に。そう。どうして。ん、決まってるじゃないか。エルフを滅ぼすためだよ。僕としてはむしろどうしてシュンたちがエルフに肩入れしてるのか理解に苦しむんだけどね。俺はどうせエルフの口車に乗せられてるんだろうけど。どういうことだ。エルフは世界の害悪だよ。それを守るなんて正気じゃない。騙されないでください。管理者が何を企んでいるか分かりませんが、ろくでもないことです。彼らが王国で何をしたのか忘れましたか。ユーゴを利用して何をしたか。あれは。それに勇者ユリウスを殺したのは魔族軍です。そうでしょ、魔族軍第8軍軍団長ラース。キョウヤが軍団長。説得は無理そうだね。援軍を連れてきたか。